ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立順です。9月5日日曜日ですね。おはようございます。今日ねちょっと早朝にパラリンピックのマラソンをちょっとチャリでちょっと小雨だったんですけど見に行ってきてちょっと応援してきました。道下さん、まあこれ全然関係ないんですけど、これ東京都のなんか前お台場にサイクリング行った時に東京都の人が配っててこうなんかねこうちょっと日本っぽいじゃないですか。これをこうやってもうちょっとびしょびしょになりながら行ってきて、あと金メダルおめでとうございました。あとな障害のねあれ別に銅メダル2つとですね、あとかな計 4つかなメダル取って、まあこう東京のねマラソンでまあ車椅子とかこうコンディション的にはね結構小雨だったんですけど、まあ後でねちょっと YouTube アップしますけど動画ちょっと撮ったんでね、まあねそんなにやっぱり雨で早朝5時ぐらいに行ったんでそんなに密では、まあ、交通規制とかあったんですけど、こう割とね、まあ、傘を持ってまあ離れたところでこう見てたんですけど、まあなんかやっぱりこう東京都をこう銀座とかねこう千駄ヶ谷国立区走ってゴールにねこう入っていくっていうのはねなんからしいというかオリンピックっぽいっていうかもうちょっとね初めて体感したので、まあ眠いんですけど行ってよかったなと思って、で道下さんのガイドのランナーが2人とも東海大の出身の人で、1人が志田さんって言って東海大の白年駅伝参加でてちょっと面識がありまして、まあ本人覚えてるか分かんないですけど今 NEC かな所属で、まあ、ずっとガイドをやられてて、すごいね大学時代の彼と知ってるんですけど1年ぐらいだったんですけどね、すごい明るくてなんかやっぱ優しい方でしたね。NEC が入ってから30歳ぐらいでなんかタイムが伸び悩んだんでこうガイドのお話が来て、道下さんのこういろんなガイドの人をやって道下さんがやっぱりこう経験もあるのでレース感とかね、まあ今のが現役の時より走ってるって言ってすごいなぁと思って、ちょっとなんか結構一番感動したかもしれないですよね。ガイドとね一緒に走ってっていうのが障害者の、まあ僕のよく行く千駄ヶ谷周辺とか代々木公園は結構そのガイド付きのランナーの障害者の方が結構いっぱいいらっしゃって、で僕も明治神宮のね神宮マラソンっていうのがあるんですよ。それがもともと一昨年出て去年はもう中止で最後ゴール神宮外苑ぐるぐる回ってで最後神宮球場でゴールするんですけど、まあすごいリーズナブルでもともとその障害者の方との大会一緒に走ろうっていうコンセプトで、まあ青山のね周辺とか気持ちいいんで、まあ国立競技場の真横をこうぐるぐる走ってまあ10キロぐらいですけどね、すごいいい大会なんでまた開催したら冬なんですけど出たいなと思って、まあ僕自身はもうトライアスロンもマラソンもまあやってるんですけど、まあ今はねちょっともうあんまり走ってないですしそんな伴走できるレベルではないんですけど、まあなんか機会があればねああいうね方今マラソンブームじゃないですか、結構多いみたいで、道下さんのなんかガイドやりたいっていう人がいたらなんか100人ぐらい集まっちゃってまあね40代ですけどすごい魅力的なね明るい方なんで伴走やりたい人多いっていうので、その志田淳さん、志田さん、まあこれ見てたら嬉しいんですけど、まあすごいやっぱりこの大学時代からこう優しい性格が温厚で優しい方だったんで、まあそういうご自身がランナーの後にこうねオリンピック東京オリンピックでこう走られたっていうことでちょっと僕も感動しましたね。なんかやっぱりこう人の役に立てて自分の自己実現もできるっていう、なかなかそういうマッチングってないんじゃないですか。やっぱりこう
僕もまあまだねその探してるっていうかあれなんですけど、まあ部活チャンネル作って、まあ障害スポーツにももちろん興味ありますし、あれですけど、こううまくね、こう無理のないように、無理してこうやる必要もないですし、余裕がある人がね自分のスキルを生かせれば、ああやってねガイドランナーっていう仕事っていうのが、まあ仕事っていうかねボランティアかもしれないですけど、まあますますこう注目されて、で東京オリンピックが東京開催されて、まあ今日ね日曜日ですし、お子さん、小さなお子さんもああいうガイドっていうのがいるんだっていうので、まあみんなで一緒にねこう走るっていうか、なんかああいうことってすごい素晴らしいなと思って、なんか最後に飾るのにふさわしい大会だったなと思ってね、ちょっと感動しました。スポーツ部活チャンネルなんで、まあ部活でやってる人もね、これからなんかこうパラリンピックのサポートの部活とかねできるかもしれないですよね。サークルで高校や大学でガイドランナーってなかなか難しいらしいんですよ。やっぱこう階段で次右ですよ左ですよとかね、こう指示するっていう盲目ね、目の見えない方とかいろんな方をサポートする、一緒に走るって結構難しいので、まあ、そういうスキルも経験だとは思うんですけどね、素晴らしいなと思って本当に感動しました。志田さん、まあね、なんかいずれどっかで会うかもしれないですけど、ぜひね、なんかいろいろお話伺えればなと思います。はい、その他の方もね、結構バドミントンですとか結構メダルいっぱい取って、まあメダル云々というよりもこう負けん気の強さとかね、こう見せるっていうかね、そういうことが結構スポーツの良さでもあるかなと思います。まあ順位とかねメダルはやっぱりね本当は欲しいでしょうけど、まあ見てる側のね感動っていうのはまあ変わらないっていうのがあるので、今日ねマラソン本当に良かったです。車椅子も本当に感動しました。初めて見たんですけど、はい、ということで、今日閉会式かな、あいにくの天候ですけどね、ちょっと寂しいですけども、まあこれでオリンピックとかパラリンピック の, YouTube 内容はほとんど終わると思います。それでは、まあ、良い日曜日を。